はい、今日は練習ラウンドだったんですけど、朝18ホール回って今は3時でお昼を今から食べます。でも今日は6時半から友達と一緒に夜ご飯食べに行くんで、これパスタやねんけど、ちょっとボリュームがやばいんで多分ね残してまた明日食べます。で明日も練習ラウンドして、明後日はプロアマなんで、初めてのプロアマなんでちょっと頑張りますってことで、いただきます。はい、今日の朝ごはんです。ベーグルと卵とヨーグルト食べて、今日も練習ラウンドに行ってきます。じゃあ行ってきます。今日は水曜日のラウンド終わってからお昼なんですけど、ジムに来てます。ここでちょっとトレーニングして、筋肉に張りを出して、試合にいい感じになるように調整します。じゃあね。はい、おはようございます。今日は試合の1日目で、金曜日です。で、私は今回午後スタートなんで、今日は昨日いっぱい寝ようと思って寝不足やったんで、メラトニン飲んで寝たんですけど、12時寝て3時に起きました。マジで不眠症やと思って、そっからもう一回寝てんけど3時間ぐらいで、6時に起きて今日は1時半スタートなんですけど、もうすぐ出発かなって感じで、ちょっと今週のコースは結構キーがね邪魔になる感じで、セカンドですごい難しいんですけど、まあ、あんま欲張らず、まあパーでいいやみたいな感じでやろうと思います。では行ってきます。はい、今日は2日目なんですけど、昨日すごい打っちゃって、パターめっちゃ悪くて6オーバーで、多分カットラインは4オーバーか5オーバーぐらいだと思うんで、今日はとりあえずアンダーマストなんで、アンダーで回れるように頑張ります。では行ってきます。でもこれすごいわ。うん。はい、お疲れ様です。今はワシントン州の空港におるんですけど、実は今日ニューヨークからトロントに行く予定やったんですけど、まずワシントンに行ってトロントに行く予定やったんですけど。ワシントンに行く飛行機がなんか故障かなんかで中に乗っとったんやけど遅れて、なんかメカニックが来ていつ出発するかわからんみたいな状況で、トロント行きの飛行機に乗れないことが判明して、でカウンターに行って言ったら、まさかのその私が乗ろうとしとったトロント行きの飛行機が最終便で今日は行けませんってなって、明日行ってくださいって言われてんけど、ホテルとかも予約しとったし、みたいになって、それでなんかまさかのその変更された便が、今はワシントンにおるんだけど、これから今はもう夜の10時半のフライトで12時着ぐらいのオハイオにあるクリーブランド、オハイオ州までなぜか飛ばされて、私はで、ホテルはそのアメリカンが取ってくれんねんけど、そこに1日泊まって明日の朝の6時半の飛行機でトロントに行くみたいな意味わからん便になって、まあそれしかないねんけどっていうので、なんかようわからんぐらいハードなスケジュールのフライトになりましたって感じで、すごいトラブル続きなんですけど、まあとりあえず今日寝るとこはあるから明日フライトに遅れないように頑張ります。で今はワシントンに着いて、次のゲートがすごい遠くて、それに向かってます。多分今日夜着くのも、ホテル着くの1時ぐらいかな、で明日6時半のフライトやから2時間前4時半、多分ほぼ寝れないです。まあトーナメントが今週はないんで気にせず楽しみます。じゃあバイバイ。
156 meters deep. Witness the awesome natural beauty and power of Niagara Falls. はい、今日は火曜日なんですけど、今トロントからニューヨークに行こうとしてるんやけど、またフライトがキャンセルされて、まさかの一旦ノースカロライナに飛ばされてからニューヨークに行くんで、夜中の12時に着くっていう便で行きます。なんかフライトに恵まれてないです最近。本番やったら1時間に着くんやけど、すごい長いフライトになるんですけど、めっちゃしっかりエスプレッソだね。はい、皆さんお疲れ様です。てか久しぶりです。ニューヨークの試合の反省をしなかったから、手短に話すと、すごい調子いいと思っとって、でコースもすっごい難しくて、難しかったっていうか、なんていうかな、トリッキーな感じで、ですごく初日の前半はオーバーやって、でもなんか自分では納得したプレーじゃなかったんけど、後半からちょっと崩れちゃって、で気持ちが切れました。激おこになっちゃって、初日シックスオーバー叩いて、で2日目私トータル4オーバーじゃないと通らんと思っとって、だから絶対2アンダーで回らなあかんと思っとったんですけど、結果的にはパープレーで通って、で知らんくて、ずっとシックスオーバーで来とってんけど、15番のパー5で絶対伸ばさなあかんと思って2オン狙ってボギー打って、で次のホールも3パットしてボギー打って、で次バーディー取ってんけどっていう、で1打で落ちました。あのミスカット、あのなんていう、予選落ちしました。で普通に結果論やけど、普通にパーパーパーでよかったやんみたいな。でなんかスイングもちょっと変えていろいろやったって、うまくいかんこととかあって、でもなんか自分の中ではもうほんまに最悪なゴルフみたいな感じやったけど、それでもなんか60何位やって、だから意外と自分のレベルが上がってきてんのかなみたいな感じで、ポジティブに考えてます。で、2週間のオフがあって、1週間全くゴルフしてなくて、ほんまに人生で1週間ゴルフせんへんかったは初めてです。人生じゃないプロになってから。でなんで1週間オフバケーションを取ったかって言ったら、なんか今までずっとプロでやってきて、休むことはあかんことやって思っとったんですよね。なんかサボることみたいな。でもこっち来てそうじゃないなみたいな、自分の体とか心の健康のために休憩は絶対必要やし、こう気持ちがちょうど半分終わったんですよ試合が。だから気持ちが新しくなって、それが次のパフォーマンスに多分すごいいい影響を与えるんじゃないかなって。試してないから分からんけど、今から
試すんやけど、だから試してんけどって感じで、自分のいいスタイルを、まあ、ゴルフ人生長いんで見つけていきたいなってことで、今回は1週間ゴルフのこととか、プライベートの結構大変な部分とかを一切考えずに死ぬほど楽しみました。毎日美味しいご飯食べて、綺麗な景色見て、友達女の子と騒いでいっぱい飲んでやって、すごいリフレッシュした気持ちで、今週、今金曜日やねんけど、また来週、再来週からトーナメントが始まるんで、準備していこうと思いますって感じで、すごい気持ちもなんかクリアになったし、すごいなんか幸せやし今って感じで、すごい気持ちを整えて、またトーナメント頑張りたいと思います。で、もう今めっちゃゴルフしたくて、すごい早くその試合に戻るのが楽しみみたいな、なんていうん、なんか表現難しいんやけど、すごいワクワクしてます、仕事に戻ることに対してって感じですかな。まあ、とりあえず残りのシーズン、自分の目標をとりあえずトップ10達成できるように一生懸命頑張りたいと思うんで、応援しておいてください。で、後半は多分私の友達が日本から来るかも、女の子の超仲いい友達で、もしかしたら弟多分あと2年後ぐらいにアメリカ留学に来んねんけど、それのなんか今夏休みやから、大学がで、アメリカ来たことないから英語を勉強してるから、ちょっとアメリカ来たいって言ってるんで、私のキャディをするかもしれませんって感じで、すごいこの私の先の人生はすごい楽しみなことがいっぱいで、今すごい最高の気分です1ヶ月前はマジうつ病やってんけどって感じです。では皆さん、良い、なんていうの、お盆、なんか全然わからんねんけど、お盆とかまだまだ先なんかな、なんかちょっとあんまり行事わかんないんですけど、とりあえずいい、あの夏休み、サマーバケーション過ごしてください。バイバイ。